ベイブレード。ベイブレード X で遊ぶ際はスタジアムを地面に置き、シュート後は適切な距離を取りましょう。視聴者カスタマイズで 3on3 ベイトーナメント。事前にですね、はい、視聴者の皆様に4人にそれぞれ使ってほしいおすすめのカスタマイズを募集しておりました。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。応募総数はなんと1000以上、すごいな。すごい、めっちゃ来てる。以上今回それぞれ皆さんにね、3on3やるための3つのベイを選んでもらいました、はい、この中から 3on3 の代理ベイトーナメントを行うという企画でございます。そうですね、皆さんの思いを背負った絶対に負けられない戦いがここにある。これ大塚ちゃんなんですけれども、はい、ちょっと残念ながらちょっと体調不良でちょっと今日、はい、査定に来れないというところで、大倉氏もやります。ただもちろん使うベイはね、大塚ちゃんに選んでもらいます、はい、選んでもらってますから、はい、ちゃんと、まあ、さらにですね、はい、今回豪華商品もあるんですよね、上条さん。そうなんです、レオンクロー 560p メタルコートゴールド。そしてさらにですね、今回優勝した場合、こちらのドランバスター 160a メタルコートレッドも贈呈ということなので、優勝した人に選ばれた人は2つということになります、はい、ね、それを欲しい、うん、ベイブレード愛が強い方たちが応募してるってことは私たちも負けられないですよ、はい。応援してくださる方、視聴者の方っていうのはアタック伊藤のアタックが見たいだろうなっていうので、まあ、ガンガン攻めろ、大きい得点を取っていけっていうので、アタック伊藤として恥じないようにアタックタイプで勝ちていきたいなっていうコンセプトで、まあ、順番はまだ決めてないんですけど、こちらです。ブルハムさんから、ブルハムさん、はい、コバルトドレイク 560R。 こう私アタックタイプで思いっきり強く引くっていうのが自滅しやすい過去が、それがすごく気になってはいたんですけど、まあ、思いっきり引いても自滅はしにくいカスタムらしくてですね、斜め打ちとかも考えずにとにかく振り絞ってくださいということでこれを選ばせていただきました。なるほど、じゃあちょっと自分の悩んでたところに対してのコメントが結構グッときたというか、そうですね、なのであ、この方採用したいということで。なるほど、採用させていただきました。いろんな戦い方ができそうなんで、キーとなるベイになりそうですよ、これ。頑張ります。がっついっちゃいましょう。はい、実践としては、自分が使いやすいもの、イージークラインを入れたいなと思ってて、はい、その中でやっぱ、うん、自分っぽいなっていうのはウィザードロット、やっぱ七色マルチも使ってて、そうなんですよ、コスプレしましたね、はい、はい、そうなんですよ、はい、結構で、その中でもレバーさんのウィザードロット 380HN、 なんかそれがビットとダチェットがナイトシールドとナイトランスから取って、はいはい、今まで七色マルチが使ってきたベイを一つに合わせた改造になってて、はいはい、これはもう使うしかないと思って、はい、もうこれでもう優勝したいなと思ったので、コンセプトとしては、まあ、バランスよく1ポイントビビッときて選んだものは、はい、じゃじゃん、お、これはフェニックスウィング 560p プレーダー U さんという方から、はい、自滅してしまうことが多かったんですけど、この U さんはその自滅しないためのシュート方法とか書いてくれてたので、いいこと聞いちゃったんで、いいこと聞いちゃったね、はい、あとこれお気づきでしょうか、はい、これ実はこう横にすると分かるんですけど全部赤色なんですよ。おお、確かに赤で全部揃えて、これもまあカラーいいなと思って、あ、こだわりポイントがありますと、はい、ちょっと大塚ちゃんの代打ということで、うん、はい、大塚ではなく大倉さん、大倉です、よろしくお願いします。事前にですね、大塚ちゃんにはいただいた応募の中から、使うベイをね、選んでいただいてますんで、今回大塚ちゃんのデッキのテーマ、一か八かの勝負ではなく、うん、着実に取っていこうと。なるほど。ブレーダーハクトさん、はい、ライノホーン 480HN というところで、ライノホーンというディフェンスタイプ、ここにハイニードル、はい、このディフェンスタイプのビットになりますね、はい、ディフェンス力を、ね、強化したベイですよと、はい、で中央にシュートしてアタックしてきたベイを弾き返す作戦のカスタマイズと、大塚ちゃんからメッセージいただいております。あら、ディフェンス特化のカスタムで、うん、重量級のアタックタイプが来ても耐えて、うん、スピンフィニッシュを狙おうと思って選びました、はい、俺プレッシャーえぐないいうことでプレッシャーえぐないですか。グッドパーで分かれましょう。おー決まった。
ということで1回戦第1試合はアタック伊藤 VS 大塚ちゃんに決定。大塚ちゃん、君の選んだこのベイで絶対優勝するんでちゃんと見ててね。アタック伊藤頑張ります。見えないものを見せてやる。おお、じゃあ早速ファーストベイ、はい、こちらブレーダーハクトさんが応募してくれたライノホーン 480HN でございます。対するアタック伊藤、はい、ブレーダータークさんが応募してくださったドランバスター 160LF です。おお、ベイブレード始めて3ヶ月ということで、これでぶち勝ってベイブレードの楽しさを伝えたいなと思って選ばせていただきました。はい、ぶち勝ってぶち勝っていきます。おもろいわ。じゃあいきますよ、レディーステップ 3、2、1、ゴーシュ。さあ、うまい、いきなりアタック仕掛けたらダイブ、ライフォンダイブ、さすがのディフェンス力、どんどんと傾いてきたドランバスター。フィニッシュで大塚の勝利になります。大塚ちゃん、まずは1ポイントやりました。素晴らしい、全員フィニッシュ1ポイント。セカンドベイを、じゃあ大倉さん、ブレーダーバイパーテイル大好きマンさんが応募してくれたこちらバイパーテイル 980GP でございます。バイパーテイル大好きマンさんはこの大塚ちゃんに黄色いバイパーテイルを使ってほしいというのまで言ってくれてたので、黄色を急遽ご用意してもらいました。アタック伊藤、はい、ブレーダーサメ大臣シャークエッジ 460P です。かなり熱いコメントだったっていうのと、もうサメ大臣っていうぐらいなんだからサメ使いの人なんだろうと思ってコメントを信じてこれを選ばせていただきました。 3、2、1、ゴーシュ。あ、衝撃当たったか。こちらも X 使った。すごい激しい当たり。しかしちょっと体勢が、ちょっと体勢が、おっしゃー、オーバーフィニッシュでアタック伊藤勝利、2ポイント獲得です。いや、最後の最後体勢崩したんで、このままバイパーテイルがスキンフィニッシュで負けちゃう方なのかなと思ったら、しっかり弾き飛ばしましたね。はい、サードベイをお願いいたします。はい、ブレーダーベイブレードガチ勢さんから応募してくださったヘルズサイズ 460DB でございます。自分は体勢は崩されづらいけど相手の体勢は崩しやすい、安定に1ポイント取りに行くというので選んだそうです。ブレーダーブルハムさん、コバルトドレイク 560R です。コバルトドレイクが出てきましたと。はい、タイプですね、これも。3、2、1、ゴーシュ。はい、フルパワーでいった。おっと、いいエクストリームダッシュ。しかしヘルサイド耐える、ヘルサイドここから逃げていく。おっと、押し出されるがこれも決めきれず、ここから自給車が、おっ、大塚ちゃんが回してこそこのアタック伊藤であっても勝利を収めてくれたかなと思うので、僕は悪くないです。会長にお越しください。それではまたお会いしましょう。さよなら。お疲れ様でした。まだ続いて1回戦第2試合はセラピー VS 工藤ちゃん。ブレーダーゆこさんさんが選んだナイトシールド 560R です。いろんなタイプにも対応ができて弾き性能が高いので、これでもうバンとやってやろうと思います。じゃあ対する工藤ちゃん、ブレーダーつくばねさんが選んだじゃーん、ユニコーンスティング 360O。 つくばねさんがなんとベイブレード仲間と一緒に何回も試行錯誤して作り上げたベイということで、信じてこれにしました。おー、はい、いいです、歴史が詰まっている、はい、レディーセット、3、2、1、ゴーシュ。おー、一瞬で決まった。これはライトシードバーッとフィニッシュ、2ポイントでございます。早い、一発で一瞬だね。ちょっと斜めにしてこう面で受けようかなと思ったんですけど、私が斜めにしてこっち側じゃなくてこっち側に当たっちゃって、めっちゃ気持ちよくバーストされちゃいました。気持ちよかった。さあ、じゃあ続きまして、はい、ブレーダーオレヒロシさんが選んだシャークエッジ 360O です。結構シャークエッジを使ったりするんですけど、このオーブで持久力もあるので、こううまく懐に入ってバーストを狙えたらなって思います。ブレーダーユウさんが選んだフェニックスウィング 560P。 わー、フェニックスウィング
レディーセット3、2、1、ゴーシュー。これは戻れず、これは戻れず、見事オーバーフィニッシュ。早い、2ポイント。なんだこの勝負、一瞬で決着がついた。しかも2人とも結構攻めて斜めに。いや、攻めて斜めに打ってた。また勝負は振り出しに戻りました。サードバトル、ブレーダーレバーさんが選んだウィザードロット380HN です。ブレーダークラゲさんの選んだヘルズチェイン 980HT で、ちょっとバランス系を入れたいなと思いまして、このまずヘルズチェインとハイテーパーのものを選びました。レディーセット 3,2,1 ゴーシュッ。さあ斜めに打ったか、少しさあ接触したが、ここで決めきれず、エクストリームだ。おー、何回も攻撃を仕掛けるが、これを耐える。まさかの、これはオーバーフィニッシュで黒田の勝利。うん、もう最後の最後にオーバー決められちゃって悔しいですね、本当にごめんなさい。いや、でもよく優勝はアタック伊藤か工藤ちゃんか。いよいよ決勝戦と、その前に開発チームが選ぶナイスカスタマイズ。惜しくもね、4人のデッキに選ばれなかったものの、それで上条チョイス、はい、そして篠永チョイスをご紹介したいと思います。はい、私の、選んだカスタマイズこちら、はい、ナイトランス980ヘキサー。セラピーの言い方セラピーの言い方、はい、ナイトランス、はい、高めのにあのメタルついてるのちゃんと80で高くね設定しつつ、で傾いても姿勢を立て直せるっていうところで、カウンター性能をより引き出してもらえるくれるんじゃないかなと思いまして、めちゃめちゃいいカスタマイズだなと。他にもね、やっぱりいろいろね、はい、この組み合わせなんかあんま思いつかなかったわとか。いや、そうなんですよ、あんまりいろんな人やってないカスタマイズだなみたいなのも結構多かったです。そうですね。続きまして、篠永セレクトの方に。篠永セレクトは、はい、こちらドランバスター 360R、ドランソードとドランダガー。なるほど、はい、それぞれのパーツを一つにしましたという。ロマンある。一撃性能と、はい、こうラッシュの連続的な攻撃もできるっていうところで、一撃と連撃両方持ち合わせてるみたいな感じの、実際使っても面白いだろうなっていうところで、はい、こちら使ってみてほしいなということで選ばせていただきました。はい、いろんな人 やってないカスタマイズだなみたいなのも。そうですね、いや、皆さん多分実際に触られたりとか、いろいろ検討してくれて送ってくださったやつもあれば、イメージで送ってくださったやつもあるので、はいはいはい、ちょっとそこら辺皆さんぜひ試していただきたいなと思います。思います。試してください、ぜひ。お待たせしました、視聴者カスタマイズによるベイトーナメント、いよいよ決勝。こちら決勝戦では特別ルールが適用されるんですよね。はい、今相手のベイでも知っちゃってますよね、もう。はいはいはい、なので応募が来た中から1個だけベイをチェンジすることを今回、許そうと思います。うわー、なるほど。お気づきでしょうか、うん、当選者が増えます。おー、確かに。応援してくれるファンの期待に応えられるのは果たしてどっちだ。応募してくださった方のね、ベイもここに気持ちがこもってるということで、これをもう魂を込めてシュートします。私だってここにみんながいるんですよ、こうやって一緒にね、ちょっとみんなで戦いたいなと思います。ちょっと力を貸してもらいたいと思います。決勝戦ファーストバトル、まずはアタック伊藤、使用するベイはブレーダーアタックさんが、送ってくださったドランバスター 160LF です。さあ対する工藤ちゃん、ブレーダークラゲさんの選んだヘルズチェイン 980HT。 さあそれでは決勝戦ファーストバトル参りましょう。3、2、1、ゴーシュ。さあ、お、ヘルジェイン斜めに打った。しかし、お、ドランバスターのエクスストリーダーが決まるが耐える。しかし、体勢を崩されたヘルジェイン。スタジアムに吸っている。しかし、立て直す。やば。さあ、どっちが飛ばす。どっちが、どっちが耐える。どっちが最後まで待っている。おヘルジェイン。1ポイント。あそこから立ち直すの、途中ヘルズチェインが体勢崩されてスタミナを結構削られてたんですけれども、最後なんとか粘り勝つという。さあそれでは続いて決勝戦セカンドバトル参りましょう。ブレーダーマインさんが送ってくださったドランソード 360O です。これが変えた新しいやつですね。はい、
レギュラー大会、まあ、子どもたちが参加する大会でもすごく活躍しているということで、オーブを履かせたことがないので挑戦の意味でこちらを選ばせていただきました。さあ対する工藤ちゃん、ブレーダー優さんの選んだフェニックスウィング 560P。 じゃあいきますよ、レディーセット 3、2、1、 ゴーシュ。さあ放たれた、まだ接触が、おっと重い一撃が当たるか、おっとこれはオーバーになりません。 X を目指した、そして体力、おっと相手を食ってスピンフィニッシュ、アタック1ポイント。いやすごい、ナイス。さあそれでは決勝戦サードバトル参りましょう、はい。ブレーダーブルハムさんが送ってくださったコバルトドレイク 560R です。さあ対する工藤ちゃん、ブレーダーコマちゃんさんが選んだナイトランス 460HN。 これが変えてきたやつですね。はい、勝ち方がたくさんあるんですよ。それをまあ書いてくれたので、ちょっとその通りにやって柔軟に対応していけたらいいなと思って書いてきました。 3、2、1、 ゴーシュー。おー、ナイトランスかなり傾けている。コバードドリンクも X と目指した、決めるが決めきれず、さあ耐えるナイトランス、おーっとフィニッシュ、今ナイトランス斜めにすごい打ち出されて、しっかりとカウンターを狙っていってたんですけれども、うん、最後体勢が戻ってきたところで、うん、ドカーンと一発決めちゃいましたね。なるほど。スリーバトルで決着がつかなかったため、再度デッキの順番を組み直しフォースバトルへ。すると追い込まれた工藤ちゃんが意地を見せる。ワンゴーシュ。これはオーバーフィニッシュ、フェニックスウィング2ポイント。なんと土壇場でオーバーフィニッシュを返し、3対3の同点に追いつく。そして運命のフィフスバトル、果たして勝つのはどっちだ。レディーセット 3、2、1、 ゴーシュ。さあ斜めにシュートしていた、もっといい当たりしたが、これはヘズチン対応。このトーナメント、工藤ちゃん優勝でございます。いい戦いだった、どっちが勝ったらおかしくなった、大逆転勝利、大逆転。すごい。ということで優勝した工藤ちゃんのデッキに選ばれた4名の方には、レオンクロー 560P メタルコートゴールドと、ドランバスター 160A メタルコートレッドをプレゼントします。すごい、これは嬉しい。各メンバーのデッキに選ばれた10名の方にも、レオンクロー 560P メタルコートゴールドをプレゼントいたします。おめでとうございます。それでは皆さん、またお会いしましょう。 3、2、1、 ゴーシュー。さよなら、バイバーイ。